さあ両チームの選手たちがピッチ上に姿を現してまいりました。ともに今日を含めて残り5試合、まあ、残留争いという意味でも本当に重要な、本当にモードに入ると権田はそれがありますのでね。そうですね、はい、さあここはホナウド、ホナウドからのボール、また拾ったホナウド、村上、いやホナウドが一気に進入、そしてシュートまで行きましたが村上です。クルークス、ただこれがサンタナの元にこぼれた。さあ山原スピードを上げる、フローリーク、山原乾追い越す動き、山原中、そのまま通してきた、ピカチュア、山原そのまま入った、山原のゴールということになるか。おそらくピカチュウは微妙を触っていなかったかもしれませんが、山原判断を迷うような、まあ、素晴らしいボールだったと思いますし、まあ、シュートというよりはやっぱクロスだと思いますけども、まあ、クロス、まあ、これ触ってるかどうかわからないですけども、はい、まあ、クロスの質も良かったですし、まあ、逆サイドに誰も触れなかったらゴールというところは少しイメージしたと思いますけども、まあ、キーパーからすると非常にこう迷うようなボールでしたよね。なる可能性もありそうですが、それだけ大きなフリーキック。さあ中村かクルークスか、中村怪我から戻ってきた中村、そしてこの大一番で J1 リーグ初ゴールにもなります。中村です。壁のギリギリを超えるってところもそうですし、まあ、キーパーからするとちょっとやっぱクルークスも立ってたので、あ、まあ、どちらかというとやっぱ迷ったってところあると思いますけども、まあさすがだなっていうところと、まあ、一度足痛めて、まあ、この試合どうなのかなってところからしっかりねじ込むこの力強さのねキックですよね。さすがですよね。さあクルークス、コーナーキック、クルークスからのボール、七がいる、こぼれて山岸、ただ旗が上がっています、オフサイド。動かしてボールに対して反応しているのが、まあ、山岸だけだったってところもあると思いますけども、まあ、ここで競った時にこう最終ラインは清水の最終ラインは白崎だと思いますし、はいはいはい、まあ、そことの駆け引きだと思いますけども、まあ、山岸はやっぱここよく反応したなってところありますし、またこのがオフサイドかどうかの判定の時に、まあ、今チェック入ってますけども、まあ、福岡からするとこれがゴールになると、まあ、11ゴール前節まで上げて、これはトップの数字です。まあ、前回の湘南戦のゴールなんかも本当に見事でしたが、サンタナ、さあここはクルークスから山岸、福岡にとっては大きな大きな3点目、そして今日2点目は山岸です。残留争い追い込まれている福岡が寄せてくる前にシュートを打てたっていうところ、まあ、このコントロールがうまく入ったところ、まあ、つま先で逆サイド狙いましたけども、まあ、そこが全てだと思いますし、まあ、多分これパスではなくコントロールが少し伸びた中で、まあ、クルークスもまあこういう裏を狙っていたところ。ホナウド、乾、そして白崎、ピカチュウの動き出しがある、おっとちょっとエリアの中で倒れてペナルティーキック。清水としては一本になるかという今のシーンです。うん、手かかってますね。決めていきました、チアゴ・サンタナ、これで1点差、3対2になるかと思います。まずはその前にこの PK です。まあ、非常に冷静でしたし、この踏み込みで少しこう体重移動を、山原からのボール、あーっと村上、村上です。いや、よく止めましたね。中山のシュート、村上防いだ。ただ福岡も前がクリアしていく、で試合終了の笛、崖っぷちアビスパ福岡。ฝากติดตามกด Subscribe ช่อง YouTube J League International ด้วยนะครับ Like Subscribe Get Push Notifications Like Subscribe Push Notifications